はい、こんにちは、よりみつチャンネルです。今日はですね、この少しですね、頭の毛が薄くなってきたという方に対して、継続的に育毛診を行った場合に実際にちゃんと毛が育毛されるのかということを時系列的に追って検証していきたいと思います。じゃあ施術の部分は省くんですけれども、ちょっとビフォーとアフターとっていう感じでどんどん撮っていきたいと思います。はい、施術が終わりました。まあ、こういう感じで表面に針を刺したり抜いたり刺したり抜いたりっていう風な感じでしていって、これ今ちょっと出血していますけれども、まあこういう感じで、まあこれ出血してるってことはどういうことかというと、まあここに今傷がついたということですよね、多少ね。で、それによってここに細胞が回復するっていうポイントが働きますんで、で、それによってこの頭皮が、さらに頭皮環境が良くなって毛が生えてくるっていう風な論理になっています。じゃあこれまた1回目なので、次回やってみて、どういう風に変化が起こるかっていうのを追っていきたいと思います。